こんにちは、速稼塾の久保です。対中非難決議というものがあります。これはね、ジェノサイド、その他一帯一路、そういったね、少数民族根絶やしの、恐ろしい、そういった考えに対して、いろんな国がね、ちょっと人権を大事にしようよというふうに呼びかける、そんな決議ではあるんですよ。もちろんこれに多くの方は賛同するでしょう。人権はどんな時でも守らなければならないと私は思います。あなたどう思います？でもね、そう思わない人がいるんですよ。それがね、公明党なんです。公明党はこの対中非難決議に唯一与党野党の中で反対したんですよね。つまりジェノサイドはいいじゃないかと、人類根絶やし、少数民族根絶やしいいじゃないかというふうに考えてるんじゃないかなというふうに思いちゃうんですよね。いや、公明党ね、最悪はもう何回も言ったんですけども、公明党の党員である意味って何かあるんですか、ね、それから選挙が近づいてくると創価学会の方は公明党を応援します。それはいいでしょう。でも今回を機にもうちょっとね、それはできなくなるんじゃないですか。公明党を応援する意味っていうのはジェノサイドを応援するってことですかね。どうなんですかね、これ。公明党の方でも創価学会の方でもいいんで、ぜひね、まっすぐ答えてほしいんですよ。どうなんですかね、こんな公明党を応援する意味あるんですか。もしそれでも公明党を応援するというなら、人権はどんな時でも大切にしなければならない、守らなければならないという、そういうふうな考えとは真っ向反対するっていうことなんでしょうね、きっとね。人の考え方は様々なんで、そういう考え方があっても仕方がないでしょう。そして公明党がそれを公の場で対中非難決議に反対したと、ということは人権はどうってことないよと、自分さえ良ければいいんだと、公明党の党員ですら、いや創価学会の会員ですら、上級国民の思い通りにする捨て駒なんだというね、そういうふうにも解釈されちゃうんじゃないですかね。いいんですかね、このままで。公明党の皆さん、いいんでしょうね。そして創価学会の皆さん、いいんですかね。創価学会の皆さんは公明党大好き、公明党応援ということで、ひいてはジェノサイド応援ということなんでしょうね、きっとね。それ以外に解釈ができません。何なんでしょうか、何か他に解釈あるんでしょうか。公明党、創価学会、恐ろしい人たちだなと思うばかりでございます。単なる自民党に寄り添うね、自民党の二軍、そんなものかなと思っていたんですけども、自民党よりも恐ろしいことを考えてますね。あの自民党ですら、いやいや人権大事にしようよと、実はジェノサイド、少数民族弾圧、これは何とかしないとと思ってる中で、公明党だけは、いやいやいいんじゃないの、自民党さん、そんな対中非難決議なんて通さないよ、私たち日本の意向としては対中非難決議ではないよ、いいんだよああいうのは、っていうふうに鶴に一声ね、公明党でございますね。恐ろしいですね、こういう人が日本にいたんですね。公明党、公明党、本当にそれでいいのか、恐ろしいぞ公明党。もうね、公明党を応援している創価学会の方の今のね、複雑な思い聞こえてますか。小さな声を聞く力、聞こえてないですね。いやいや、小さな声が聞こえたからこそ根絶やしにしようと思ってるのかな。でもね、公明党さんね、もうね、圧倒的多数信者がいると言われてます。日本では10人に1人が公明党、その数の理論でやはり少数の考え方を蹂躙してくるということなんでしょうかね。いやー怖いな公明党、いや怖いな創価学会、かかってこいよ、怠慢でかかってこいよ。いや怖いね、創価学会の人は怖いなっていう風になっちゃうんで、多分創価学会のね、学会員さんも不本意だと思うんですよ。ぜひね、公明党応援はやめましょう。
応援する価値ないですよ。これでも応援するというのなら創価学会はそういうとこです。私はそういうふうに解釈して、このような放送をこれからもあっちこっちで続けます。そして公明党の方、創価学会の方に会うたんびにこの方を言います。ジェノサイド応援なんですか？ジェノサイド賛成ですか？俺も消滅させてください。少数派です。ジェノサイド、ジェノサイド党、ジェノサイ党それしか言いようがありません。対中非難決議、唯一公明党だけが反対という、なんでしょうね。これはよかったんですかね。香港問題よかったんですかね。リンゴ日報よかったんでしょうか。公明党、公明党か。いや、応援しなくてよかった。